はい、今日はバジルとパセリをたっぷり使ったホタテのサラダマリネ作っていきたいと思います。まずは、ボイルしたホタテ、軽く洗って水気をしっかり拭き取ったものをボウルに入れて、レモンを大さじ2ぐらい絞っていきます。はい、そこにナンプラー大さじ1、はい、パセリたっぷり大さじ2ぐらいみじん切りにしたものを加えていきます。毎回ですがパセリはいつも冷凍してしまいます。余ったもの、それを手でクシュクシュってやるとみじん切りになるので持ちますし楽ちんです。はい、バジルもたっぷり入れていきます。一枝だいたい8枚ぐらい手でちぎって加えていきます。軽く混ぜて、バジルは色が変わってしまうので何枚か飾り用に取っておきます。はい、黒胡椒を振ってオリーブオイルをたっぷり回しかけ、だいたい大さじ2ぐらい、よく混ぜて、お皿に盛って飾る用のバジルを上に乗せて完成です。白ワインによく合う前菜、ぜひ作ってみてください。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。